今回の動画は小田急で残りわずかとなった8両編成の車両による急行の列車を紹介します。映像は相模大野駅に入線する2000型による8両編成の急行です。この列車の折り返しの急行新松田行きの列車を紹介します。小田急2000型は全ての編成が8両編成であり、ほとんどの列車が各駅停車ですが、平日のみ相模大野から新松田までの間に1往復のみ急行の運用が残っています。10両編成が増えたことにより急行の運用が以前よりも減っています。7時56分発の8両編成による急行新松田行きの列車です。相模大野駅の留置線から2番ホームに入線します。2056編成です。2000型による急行は今となっては大変貴重な存在です。2000型独特の雰囲気です。ほとんどの列車が各駅停車ということから、2000型の急行は車内にいても違和感があります。相模大野駅を発車しました。この急行の停車駅は海老名、本厚木から先の各駅です。小田急相模原駅を通過します。2000型が高速で駅を通過するのはなかなか見れない光景です。海老名駅を発車します。
8両編成の2000型による急行の紹介でした。少し前までは朝ラッシュ時に多摩線でも8両編成の急行を見ることができましたが、10両編成が増えた今は大変貴重な存在となっています。動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。